子。え、美里？闇川も。大丈夫そう？落ち着いて聞けし。え、あのゲームのパロディ？オタクくんはずっとメンキャパで、メンキャパ状態だったん。何言ってるの？ああ、大丈夫大丈夫、知ってる。何をだよ。どんくらい？9人。何が？あ、江口。え、何？ずっと何？ナース？何？え、それピンモンだよね。え、静脈に。え、大丈夫そう？落ち着いて聞けし。え、また？嵐とSWAPが再結成して、安室奈美恵も復帰したよ。は？嘘、やば。そんな情報落ち着いて聞けるやついないだろ。ナース？え、待って。驚いたけどそんな暴れてないから俺。あとなんでピンモンなの？闇か聞いて。普通に鎮静剤とか大丈夫そう？落ち着いて聞けし。またかよ。値上げが続いてうまい棒が150円になったよ。は？マジ？いや、このご時世に12円は頑張りすぎだとは思ってたけど。で、味はコンポタのみ。は？俺野菜サラダ一択だったのに。ナース？いや、だからそんな暴れてないから。何が気に食わないの？てか大丈夫なの？ピンモンって静脈に打って。大丈夫そう？落ち着いて聞けし。もういいよ。ミスターサスケ山田勝美がついにサスケ完全制覇したよ。え、ついに？それはすげえ。ナース？だから暴れてないって。確かに今回は一番驚いたけど。やめろって。闇川、聞いて。闇川が一番怖。ヒカル、大丈夫？え、ああ、夢か。よかった。心配したよ。悪い。あ、一つだけ聞いていい？何？山田勝美ってサスケ完全制覇した？え、してないけど。ああ、ちょっと残念だな。ん？